回はアニメ老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます。第2話野望の王国の視聴者たちの感想やコメントなどみんなの反応を紹介していきます。それでは紹介スタートです。オープニングの招き猫の真似してるとこかわいい。バキボキなってるぞわらわら。安定の怪力幼女わらわら。高文死んでた。兄貴の写真どうにかしようよ。家で笑う。仏壇の位置おかしいだろう。この部屋、よく見ると色々おかしいぞ。なんだこの適当な部屋は。手に、くっそ便利やな。イージーモードすぎやろう。レレレのおばさん。近所の目はうざいけど、結構大事だったりする。ミツハ18歳とかだったのか。戦闘技術をチートにしないのは珍しいな。英語の発音、サブちゃん、いつの時代のサザエさんだよ。唐突なチース、三河屋デースは笑った。こいつ中身マイルだろ。いや後ろのマネキンでか。八尺様専用、ゲンチャリわらわら。バイクごといけんのかよ。もう何でもありだなわらわら。あっ、レッドが悲惨なことに。車も持っていけそうだな。いや、異世界で車使えるだけで、もう一本はかけるわ。一旦異世界経由すれば世界のどこにでも転移できるのか。これはチートですわわらわら。すごい能力じゃん。どこにでも転移できるのはチートすぎる。93R のハンマーがちゃんとコックされてたのには感心した。すべての魔法を使えてすべてのレベルがマックスなチートよりも、異世界と地球を自由に行き来できる方がはるかに良いな。主人公ミツハ。現世でも異世界でも結構きつい境遇にいるのに、本当にたくましいな。設定にこだわるところと雑なところが混雑してて世界観に馴染めない。原付ごと転移できるのもなんだかな。合わなかったのでお別れを告げさせていただきます。やたら銃のシーン、力入ってて笑うわ。だんだん怖いアニメになってきた。絵は可愛いけどキャラは可愛くないので辛いな。ほぼ準備だけで1話終わった。何このエンディング曲。エンディングのミツハ可愛い。エンディングの作が良いな。なんか思ってたのと違う庭だった。意外と進み遅いね。でも ED 可愛いからよし。作画もエンディングも B 級臭さがプンプンするのに、話自体は嫌いじゃない。しかし、傭兵組織で射撃訓練に武器調達とか、庭は面白い方向に行ったな。ちょっと楽しみになってきた。下準備だけで丸一は使うとは思わなかったな。実際、現代地球でも、倫理観も治安も悪いところに大金の動く商売しに行くのなら、いつ襲われてもおかしくないし、と言って即逃げたら商売が成り立たないので、必要なことではあるんだが、わけのわからない謎魔法で好き勝手にチートしまくるよりも、天以外は一応現世のルールに基づいて商売してやろうというのは、意外とありかもしれない。なんだろう漫画は面白かったのに、なんか見てて楽しくないな。テンポ悪いというか、間が悪いというか、画面も退屈だ。あれだけ遺産があっても、なお異世界で金貨8万枚稼ごうというモチベーションがピンとこない。むしろ遺産があるからゆっくり金貨稼ぎを楽しめるんだろ。武器を使う準備もできるし、金持ちの方が次の資金稼げる。全財産で1ヶ月しか暮らせないとか、仕事探さないといけないとかなら、あの選択できない。異世界への備えを万全にしてから冒険を始めるタイプは、ちょっと新鮮なので楽しみ。一番のハードルかと思ってた金貨の換金が、海外なら簡単というのは、ある意味盲点だった。やっぱ面白いアニメって、ヒロインがとにかく魅力的なんだよな。なかなかやべえアニメだな。一瞬で現実世界と異世界を行き来できて、やることが金貨転売とかアホじゃねえのか。ギリ、いきなり PMC にレクチャーを依頼。肝が据わりすぎと思ったが、異能のない状態でのサバイバルと自己決定を経てるので、なるほどと。人の命は地球より重いが悪人はためらわず撃つ。倫理観、金銭観、中世世界への文明観、物語の見通しにあらかじめ一本筋を通すのは良き。意味のない背景だけのシーンがあったり先行き不安だなぁ。庭を見ました。面白かったです。今回は、漁師と面会するために、ミツハちゃんが色々な準備をする回でした。銃を持つミツハちゃん、かっこよかったです。抱き合うシーンのミツハちゃんとコレットちゃん、かわいいです。はい。というわけで、老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます。第2話の視聴者の反応集でした。
ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。